こんにちは。また新しいゲームです。イローっていうゲームです。これね、有料ゲームだったんだけど、視聴者の人からやってみてくださいっていうコメントがありました。やってみましょう。プレイストアを見る限り、OK のような音ゲー要素があるっぽい。見てみようか。もうだって見て。ドラム叩いてるこいつ。太鼓持ってる。もう気持ちいい。今の聞いた？ポコン。うん、この人何やってんの？タッチか。飛ばせたんかい。なんだ今の。時間。これ、待って、ゲームのルールの説明が欲しいな。なんで、何を触ればいい？あ！これ、ん？これを触ると、なんか弾が出てきます。なんででしょう？この弾は何？で、この四角を動かせるんだね。なるほどね。あ、出てきた。あー、なるほど。で、この赤のぐるぐるが今ゴールなのかな？そういうこと？で、この、こいつをとにかく動かして、反射角を作って、ゴールに導けばいいってことか。OK やん、ほぼ。OK の、こっちを動かすパターンね。こっちを動かすバージョンみたいなゲームだ。クソ面白いです。そしてまた耳が気持ちよくなっちゃう系のゲームだ。これ楽しい。やっていこう。これ難しくなったりすんのかな？もうなんかヒントがあるね。あらかじめ。こうじゃない？跳ね返り。そしてゴールへ。一直線。あ。いいね、これリズム。クソ気持ちいいわ。これやばいわ。これ最高ですわ。最高のやつ見っけた。ステージ3。わー、増えてきた。これを、まず発射する前に考えていくか。赤が上向いてるから、こうで、1個目の反射こうで、こうじゃね？こうでこうでこう。とにかく、感じ取ればいいんだ。なるほど。あれ？これだけども。連射してほしい。そうそう、それを待ってた。やばいね。え？ポンポン。ポンポン。なんかリズムが変わってきた。ポンポン。じゃんじゃん。じゃんじゃん。これクリアしてからも抜け出せないんだけど、この選手。次に行けって言われてるけど、次に行きたくないです、僕は。拒否します。じゃんじゃん。これ一生聞こうぜ、ここで。気持ちよすぎ。増えてきたなぁ。こうか？こうで？お？足りないね。あ、こうか。これの跳ね返りだ。交互に。え？リズム加わってね。ポン、ジュン、ポン、ジュン、ポン。クソ気持ちいい、クソ気持ちいい、やばい。楽しい、このゲーム。また踊り出しちゃう、俺が。また踊りの、レパートリー増えちゃう。これをもう、発射しといて、跳ね返りを考えていく。は？何これ、むずいやん。こうか。2回跳ね返らせる。こういうこと。ポンポン、チュンポン、チュンポン、チュンポン、ドンドン、クソ、気持ちいい。やばいこれ。このゲームやばい。また出てきた。こういう系のゲームだ。新しい。新たな、リラクゼーション。これも出しっぱなしいいのか。多分これ制限はないんだろうな。制限はないっぽいから。何個外しても。うん、とにかくゴールにさえ触ればいいっぽいから。そのうち制限とかも出てくるのかな。多分合ってるよ、これで。ダン。パンパンパン。パンパンパン。気持ちいい。これキャラが動いてるのもいいわ。聴覚だけじゃなく視覚的にもクソ楽しい。じゃん。まだ簡単だね。こういう感じでしょ？あ、違う。無限ループしてる。ダメダメ。こうだ。ここで。あ、違うな。こうして上からの跳ね返りだ。そういうことだ。ちょっとずつ難しくなってきたわ。まあ、でも枠は今んとこ決められてるからね。自由度が高すぎないから、逆に。今んとこまだありがたいね。親切だっけ。チュンパンパンポン、チュンパンパンポン。さあ次行こうよ。どんどん行かないとね、こんなの消化しきれませんから。日が暮れちゃいますから。こう？とにかく発射させてみてから考えるか。うわ、これわかんねえなぁ。わかんねえなぁ。これ難しいね。こうしたい、しか下に行かせたいんだけど、やべえ、難しいこれ。こうか。で、また跳ね返らせて、こうだ。なるほど。反対側に貫通させないんだ。止めちゃうと。すごい。全員が同時に反応してる。ポン。ポン。ファン。基礎気持ちいいやん。やば。裏打ちのドラムも超いいわ。これスタート位置ここで。ちょっとずつ難しいな、これ。結構意外と自由度高いのかな。自由度は高いけども、こういうことだ。いいね。クソうまいわ。この置ける場所が今のところ制限、限りがあるから、見極めれば簡単だね。すごい、2個になった。それはむずいわ。あ、2個とかになるのか。それはむずい。これを、こうか。ダメだな。右側は来たけど、左側が触れてない。こういうことで寝てる奴がいた。よく見たら。こいつどうにか、こうだ。これで両サイド触っていくんです。パン、パン、パン、
ポンポンボンクッソ気持ちレベル11。2個あるのむずいな。同時に考える脳みそね。やべえ、これ超頭使うわ。もしかしたら、もしかしてだけど、これめっちゃ頭使うやつじゃないの。ここ1個でいいのか。で、こうこうだ。跳ね返らせて入れる。で、ゴールそこか。あ、なんか入れるようになった。あ、なんか入れるようになった。ここでいいんだ。オッケーオッケー。なんでかよくわかってなかったけど。弾が多すぎて、どっちの道がどっちのボールなのかちょっとわかってなかった。理解が追いつかなかった。そういう難しさがあるわ。3個とかになったらもう壊滅するんだけど、俺の脳みそ。大丈夫そうか。壊滅するぞ。こういうこと。なんか違うな。右からスタートしてるやつは入れてるけど、左からスタートしてるやつが入れてない。この辺か。ああ、こっから下から行くんだ。なるほどね。はい、もう、ダイレクトで止めちゃいます。ね、この発射口を。くそおもろい。ちゃんと頭使うわ。ん、なんだこれ。新しいやつ来た。誰？誰ですか？楽器が変わるってことか。なるほどね。最初に楽器の紹介の場面だったんだ、これ。謎のドラム叩いてるだけの映像。そういう楽器が来ますよってことね。ステージ13。来た、新しいやつ。誰？どっから？お？なんだ、バツってなってる。何これ？あ、オッケー、入れてる、入れてる。もうダイレクトアタックはできませんよってことか。ダイレクトアタックダメなんだね。ワインボトルのコルクを抜くような音がしてる。ポン。ポン。ASMR 的な気持ちよさあるな、これ。耳触り良すぎん？このゲーム。イヤフォンとかヘッドホンして聞いてほしいし、俺もやりたい、それで。うわ、2個加わって、やばい！このハーモニーやばい、2人の神聖、やばい！神話性がやばい。ポン、パン、ポン、パン、ポン、パン。一生入れます、ここに。僕。2個あるパターンだ。まあ、こうだろうな。あ、なるほど。これわかる？みんな。右は赤のままゴールさせなきゃいけなくて、左は黄色にしてからゴールさせないといけないんだ。そういう区別をつけていかないといけないんだね。あ、これ難しいわ、これ多分。これ、どんどん難しくなっていくわ、そのうち。やばそう。ねえ、最終ステージとかやばそう。ないでやばそう。まあ、だからここは、こう。赤のままゴールさせないといけないから。で、次を考えよう。ここをどうするかね。で、一回上書きされた色がついたやつはもうずっと、その後に赤になるやつに触っても別に上書きされていかないんだね。黄色になったやつはずっと黄色でいてくれるんだ。だからこれでいけると。あい、難しい。ちょっと難しいぞこれ。赤が上か。まあ、こうで跳ね返りをダイレクトアタックで下からむずいな。下からは、あーダメだ、ここじゃダメじゃん。むずくねこれ。何これ。ほ、じゃあここをこうしてダイレクトで、ここはそういうことか。これ下に行かせるんだ。これ左下のための、あ、布石だと思ったんだけど。あれ、いけない。何これ。あ、無理じゃない。じゃ、ここは、こいつに任せて。うん。で、あ？跳ね返ってきたやつを、あ、左行くわ。うわ、むずい、これ。こうだ。うわ、めちゃくちゃむずい。この、動線を考えないといけないのがむずい。二つが並行して進んでるから、脳みそが、二つないと無理だ。これちょっと赤ちゃんにやらせたら脳みそ爆発しかねないな、これ。熱暴走が起きる。俺ですら、かなり難しかった、今のステージは。あー、これも難しいんだろうな。まあ、この辺だろうな、どうせ。違うなぁ。こうか。こうやってこう上行かせて。右にダイレクトアタック、左にダイレクトアタックできない。こうやってもう一回バウンドさせてこうだ。あ、気持ちいい。ポンポンポン、ポンポン。いや、おい、気持ちいい、これ。やば、このステージ。このステージやば。最高の暇つぶしですか？もしかして、あなた。まあ、これでこうやって右に行かせーの。行かせてからどうするかなんだよね。あ、これで、跳ね返っていくわ。で、黄色からの発射物は、なんかいけそう。なんかもういけた。はい。もう正解の形にたどり着いてました、気づいたら。そういう才能かもしれない。色の才能。もっと増えてほしいな、楽器。弦楽器とか来ないかな。ドルロンポン、ドルロンポン、ピアノポンポンポン、トンポンポンポン、プルルポン。それを期待しちゃう。予想の上を言ってほしい、俺は。ん？何これ。え？むずい。下に、上に行かせたいから、ここに置けたらな。
上に飛んでいけるんだけど。おい、難しすぎないこれ。は？え？え？は？え？は？え？は？どういうこと？わあ、わかんねえぞ。跳ね返らせ、あ、これで、ここに置いたら上行くか。いや、上行った後よ。あ、ここら辺で触らせて。あ、無理じゃないこれ。ちょっと待って、無理なステージ来てるわ。おい、何これ？どこ？上に跳ね返らせる軌道を作んないといけないから。僕の状況を細かく説明すると今積んでます。こうか。ここにあったら邪魔なんだよね。何これ。黄色から考えるか、じゃあ逆に。黄色から考えてみることにした。黄色は簡単よな、こうだよね。赤が、あ、待って、赤が、待って、あ、この軌道だと赤が、同じことになってるから、どっかで黄色しか触らないような動線を作ってあげないと、どっちも赤だ、あ、いや、そんなことないわ。赤のま、別にこれ黄色のブロック、ブラフだ、多分これ。このまんまでも、黄色から発射されるやつは黄色のまんま、赤から発射されるやつは赤のまま飛んでいくから、うわ、黄色引っ掛けなんだけど、これ。引っ掛けあるのかい。それはクソむずいわ。黄色絶対どっかで使うと思ってた。こうだ。クソむずいやん、このゲーム。やば。ねえ、難しい、これ。ちゃんとパズル的な難しさある。引っ掛けもあるんかい。で、右に行かせ、下に行かせ。はぁ？何これ。跳ね返らせ。やばい、わかんねえ、これ。ちょっと助けて。何これ、マジで。ブロックが多すぎて使い道がわかんねえ。こうか。ああ、ここで跳ね返っていくんだ、向こう側に。ポンポンポン、ポンポンポン、ポンポンポン、気持ち、わかったら、気持ち、ポンポンポン。最高だわ。音の乗り方がなってないな、俺まだ。で、赤のままゴールさせないといけないから。とても難しいな、このゲーム。やばいな。あれ違うな。絶対違うな、これ。やべえ、ゴールの行かせ方がわかんないな。ここのやつをもうダイレクトに戻して入れんのかな。こんな感じで。作れなくてこっちちょっと黙っててもらって。上から考えるか。上のやつをダイレクトに戻すっていう俺の作戦どう？こうやって。そんな無理か。そんな無理だよね。ちょっと難しくね。このゲーム。ちょっと待って、今までで一番難しいのでは。黄色はここだ。黄色は下の発射装置からの軌道だ。で、帰らせれば。俺触れねえ。ああ、わかんねえこれ。なんだこれ、わかんねえ。あ、このルートだ。このルートで黄色来れるわ。うん。そしたら赤はどうする、みんな。このルートで黄色来れたんだけど、赤どうする。赤出してみるか。このルートで来れんの。あー、だからここは白に変えて、なるほど。白に、赤は赤のまま行かせないといけないから、この辺のブロックを入れ替えれば、この道を作って赤だけの道を作れる。オレンジの道と赤だけの道を作れる。めちゃくちゃむずいです、このステージ。超むずかった。俺の動画を見てクリアしてください、皆さん。頭を煩わせる必要はありません。無理だったら俺の動画見ていいんだよ。黄色からの発射装置だから、黄色を触らせたいな。あ、壁があるからこれでいけるわ。これ簡単じゃん。突然簡単なステージ来た。ほら、もう見えた、この筋道。無限だ。これを何を表してるかみんなわかるか。これ無限を表してる。無限の快楽。テンポン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 、テンポン、テンポンでした。これもまた赤にダイレクトアタックの道を俺は目指していきたい。ダイレクトアタックの道を目指して模索していきたいな。こうだ、ほら来た、ダイレクトアタックの道。あ、でもすると、オレンジが入らなくなっちゃうね。ほら、オレンジがここで阻まれちゃうからダメだ。多分違うんだなぁ。ここでこう、こうして。あー、ここ黄色でいいわ、じゃあ。黄色に行けるわ。
いやでもダメなんだよ、赤には上書きできないから、黄色から出てくるやつが黄色に行くようなルート作んないといけないんで、じゃあ黄色から考えるか。まあそこで跳ね返るからこうしていこうか。うん、これでダイレクトに行けんの。あー、ここは白じゃないと絶対無理だわ。あれ、どこにやつだっけ俺今。あ、おい難しくねこれ。ちょっと待って、いろいろルートがありすぎて難しい。いや、このルートで行くと赤されても、今度オレンジが触れないんだよ。あ、これでいけるじゃん。なんでこんな簡単なことに気づかなかったのこれ。単純にバウンドさせて上に行かせばいいやん。で、黄色を考えるか、次は。黄色こうか。あ、バウンドしてこれでいけるわ。ゴールに。あ、こんな簡単でした。気づいてしまえば開けられるのかもしれない。でも、気づく過程が大事なんだ。みんな。結果だけじゃない。結果だけを求めてると、やる気も次第に寄せていく。大切なのは過程なんです。真実に向かおうとする意志。このゲームはそれを教えてくれました。ありがとう。25まで来たぞ。え、何このブロック、何これ、何これ、どういうこと？あ？右か左にしか動かせなくなってる。ねえ、難しくね、それ。なるほど。両極端にしか動かしていけないブロックが来たのか。これによって、かなり幅が狭まったな、ステージの。自由度の幅が逆に狭まった気がするけど。これとこれが組み合わ、あ、そういうこと？ここに、待って、みんな。ここにこれを置くことによってストッパーになるわ。絶妙な角度で止めること。止まるんだ、そしてそのまま。うわ、ね、むずい。可能性狭まったと思ったけど逆でした。広い。これ広い。ソフト法もね、これ。こんなことができるようになっちゃったら。やば。このブロックを今、いい位置で止めないと、クリアは不可能と。そういうことが言いたいんでしょ。だからここで止めるんじゃない？こういうことじゃない？これむずいぞー。これむずくなる予感。やばそうなの来ちゃったな。これを逆に使わないというブラフも出てきそうだしね。やばいでしょ。どんだけ苦しめればいいの人間は。人間はいつまでゲームに苦しめられるんだ。このままじゃ支配されちまうぞ。まあまずは発射してみましょうや。スタート位置からね。この、ピッチングマシンからね。これどかせないから、どかせないから跳ね返りでうまいこといかせないといけないんだけど、なんかこれた、まあここは簡単だろうな。まだチュートリアルなんでしょう。いいよ、どんどんクリアしちゃうからね。かかってこい。こういうギミック的な要素もどんどん増えてくんか。このゲームやばいですね。ここも上か下にしかいけないから、じゃあこいつ動かしてくんのかな。違いそう。こう、ああ、わかった。こう右に行かせといて、ここにストッパーとして、で、この位置で固定します、動く床を。で、こっからなんだけど、ストッパーにしとくことによって、絶妙な位置で固定。からのこうだ。右下にアタック、そして跳ね返りで反射してゴールにダイレクトアタック。はい、やばい、筋道立てていきました、僕の天才の勝ちです。わあ、これ1個だからまず助かってるけど、2個とか出てきたら終わるわ。ピッチングマシン。ピッチングマシン2個の未来が見える。だる。だる。あー、ダメなのか。そっか、オレンジに干渉させないといけないから。え？むずくね、これ。あ、ここにあった。隠れてた。下に隠れてた。見えてなかった。あ、ここでダイレクトアタックしたらダメやん、今日。あー。わかった。ここで止めるんだ。ね、動くか。そしたら、左に来る。あ、なんでその軌道になったの？え、全然意図しない軌道が始まった。あ、これで、来る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 、これで来るんだ。わ、クソ難しい、これ。小学生がギリクリアできるかできないかレベルだ。よかった、俺小学生の時に出会ってなくて、400円取られて、こんな難しいゲームやらされたら泣いちゃうんだけど。まあ、2個になってるし、しかも気づいたら、最悪。ま、これは、2個になった場合は多分俺、この赤から考えた方がいいね。赤から考えていかないと、難しいまである逆に。上に来させる。これでダイレクトアタック入んねえか。左に来させる。ダメだなぁ。赤、ゴール入ってくんねえなぁ、これ。ほら。だからここじゃないんだな、じゃあ絶対に。ここか？ここにブロック置いといて。そういうことか。左にバウンド。はい、左に反射させて。で、ここにブロックでこうだ。そうすると赤が入ります。見た？天才。で、反対側はこの顔に代役として行ってもらうと。ちょん。気持ちいい。
頭脳で解決した時の気持ちよさと音の気持ちよさ、2段階で気持ちよくしてきます、こいつ。危ない。非常に体に良くないかもしれん。体に良くない音が出てそう、このゲーム。っていう悪口をいっぱい言ってきます。何これ、もう増えてるわ、見て。置けるマスが多すぎて、どこで固定するのかも、わからなくしてきてる。これ非常にむずい。なんか、あ、いい感じで固定できた。じゃあ、こいつだな、固定して。下に行かせるルート、そうすると、こうか。あー、これで行ったわ、赤ダイレクト。じゃあこれで、オレンジも行けんじゃねえわ、ちょ。このまま。行けたらいいな、オレンジもこの波に乗って。行けんのかな。あ、行けてる、行けてる、よかった。こういうことだ。あ、難しいけど、なんか行けたわ。なんか行けちゃったやつです、これは。完全に。これ、なんか行けた、出た。色を発、なんか行けた。まあ、定石通り赤から考えるけど、ここでしかないよね、これ。まあ、左。こう。これダイレクトに、再活性。いや、こいつに代任してもらうか。ああ、こいつに代任してもらおうと思ったんだけど。もう来ないんだ。上に行かせて、戻させるルートが見えない。こうだ。ああ、これでいけたわ、赤。あ、いけない。見間違った。ゴールとスタート位置を見間違えてた。ええー、ゴールなんだそれ、そこむずい。ダメだ。一生無限ループしてる、ここで。弾が3つになって一生無限ループしてる。ええー、むずい、これ。じゃあやっぱここに、この動く床か。これ合ってて。あれ違う。ええー、むずいなぁ。ちょっと待ってね。オレンジ考えるか、わけわかんなくなっちゃったら。オレンジの都合のいいように配置していくと、まだわかんねえ。あ、なるほど、そこにあったか。もう見えなくなっちゃう。はい、背景と同化して見えなくなっちゃう。じゃあ、これでダイレクトアタックいけてて。ああ、このルートあるわ。でも、それだと、黄色に上書きされちゃうから絶対これじゃないんだよ。黄色も多分違うんだろうな、このルート。クソむずい、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 クソむずい。あ、なんかいけそう。これ白と変えたらいけるよ。あー、ここはこう、塞いで。お、なんかいけた。赤のルート見えた。なんで？なんで今までいけなかったの、逆にそれ。で、跳ね返らせて、黄色が難しくなったな、そしたら。ああ、これでいけるわ。なんでこんな簡単なのが今までいけなかったんだ。難しい、このゲーム。見えるまでが超大変。あ、そして聞きましょう、演奏。頭がおかしくなりそうだから、やめよう。気持ちが良くなりすぎて、耳がおかしくなりそうだ。この快感を求めて、さまよっちゃうかもしれないから、みんな。徘徊しちゃうかもしれないからね。早く色の音聞きてーって。怖いよー。下に行かせといて。で、邪魔させ止めて、ここで止めたらどうなる。あ、下に行くわ。あー、なるほど。その後どうすんの。あ、ここだ。ここで止めて、上に行くわ。そしたら、跳ね返って。めちゃくちゃむずい。よかった、頭が良くて。頭が良くてよかった。はぁ、難しいわ、これ。この動かすブロック、マジで難しい、使い方が。これをどかして、まずどかそう。これ邪魔だ。もう邪魔だわ、お前ら。お前らがいなかったら、入るわ、これ。結構近めに入るわ、これ。でも絶対違う。うわぁ、わかんなくなってきた。どれがどこにあったのかわかんなくなってきた。こんがらがってきた。やばいやばいやばい。ここで。動く床止めてみた。あ、これで、左下。あ、これも一直線に行けんじゃない？ほら、ゴールに。ほら、ほら、ほら、ゴール来た。赤ゴール触れてた。じゃあ、あと黄色を行かせるルートを考えないといけないか。これは邪魔だな。渦がなければいける。OK、じゃあ、こいつ一番下でいいわ。で、代役として、壁を入れる。ことによって、特に何も変わらなかった。こいつがいらないやん、よく見たら。こいつが邪魔してるわ。そっか、邪魔なやつもあるのか。ようやく始まったブラフ来た。ブラフ説。あ、触れてる触れてる。ほら見て、両方触れてる。なんか気づいたら終わってた。
整理していくことは大事で、でこれ全部使わないことがあるんだね、やっぱり動く床って。ほらもうブロックも余ってるし、余ることがあるのかい、難しいな。それか何パターンかあるのかな、ゴールの仕方。僕はこの方法です。見てオレンジダイレクトダック気持ちよすぎる。これパン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 、うん、誰誰ですか。こんにちは、新しいやつ来た。うお、こんにちは。全員ドラムか。何このタコちゃん、タコちゃんの音聞きたい。あ、何このなんか、ん、何あれ、何あの棒みたいな巻物みたいな、何あれ。まあ上に行く。おお、あ、上書きされてる。赤に上書きされできるようになったわ、これで。なるほど、黄色には今まで上書きされてたけど、赤にも上書きされるようになった。で、しかも一個気になることがあって、あ、やっぱり違う色だと貫通していかないわ、これ弾かれちゃう。はあ、おもろいし、お前難しそうなのも連れてきたな。最悪なやつ連れてきたやん、最悪な仲間連れてきたね。クソ難しいやん、こいつがいることによって。これむずいぞ、赤じゃないと通れない隙間とかも出てきた。終わっちゃった。37、40ぐらいまで行ってみるか。頑張るよ、俺は負けねえ。あ、黄色じゃないと通れないところも出現してる。東方法、東方法だ、状況マジで。これだろうな、あれ。でもどう、黄色じゃないですよね、ん。でもゴールは黄色しかないから、いや絶対ここで跳ね返らせて下に行かせて、あー、ここ赤なんだな多分。で赤で跳ね返ってきたやつが黄色通り過ぎていくと、でこれはもう罠だ、トラップ、これ使わなかった。はい、これでいけた。これむずいぞー。これ、すごいやばいの追加しちゃったね。もう、助けてー。先が思いやられすぎる。あー、通れない。まあ、跳ね返、この跳ね返り自体も利用できそうだね、別に。通れなかった、跳ね返り。まあ、ゴールは黄色しかないから、あー、まあまあ、楽ではありそうだけど。ここ絶対跳ね返るようになってるからね。じゃ、あえて跳ね返らすのかな、上の。そうだね。あえて跳ね返らせて上に行かせるんだ。うわ、頭いい、俺。じゃあ赤で、赤は黄色で跳ね返るから赤のまま跳ね返らせて、で黄色にして跳ね返らせてゴールに行かせるんだ。これすごく頭良くない、今思いついたの。そしてめちゃくちゃむずいぞ、そんな技術あえて跳ね返らせる必要性。え、しかもこの低音めちゃくちゃ気持ちいい、重低音、タコの低音めちゃ気持ちいい。ボンコンボンボン、ヒカキンに実況してほしいよこれ。このリズムに合わせてボイパしてほしい。モニョ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 ン、コップ、ボンツ、カツ、プツ、カツ、ハツク、パンツか、ムカツク、パンツか。これ気持ちいい。39。今のテクニックをうまいこと使っていくんだけど、この跳ね返る床であえて跳ね返らせるテクニックね。まあでも多分これ使わないんだろうな、今回は。跳ね返らせる床テクニックは。こうか。これ上に行かせて、あー、ダメだね。あー、ここで止めといて、動く床は。で、跳ね返ったやつがゴールに行くと頭いい。壁にもなるし、通路にもなるんだね。色によって。すごく面白い、このゲーム。面白すぎる。面白い。ステージが進んでいくにつれてどんどん面白くなっていく。まあ、もっと難しいやつが来たら面白くねえんだろうな。ねえ。積むぐらい、今のぐらいのがちょうどいいよね。あ、わかったっていうまでのペースが早ければ早いほど面白いから。難しいわ。ひらめいた時の気持ちよさやばいでも。これもう行くくね。行かないんだ。もうちょっとやないか。ああ、そうか、跳ね返っちゃうから。あ、無限ループしてる。違うんだよ。じゃあ赤にして跳ね返らせーの、上に行かせて跳ね返らせー、跳ね返らせー、ここ黄色にするのか、ここで。で、意味ない意味ない意味ない、あれ難しいなぁ、これ。じゃあ、ここは跳ね返らせないのか？通り抜けさせて、ここで、ごちゃごちゃっとさせるんだろうな。ここでごちゃごちゃっとさせて、反対側に通させるんだろうな。あ、え？すごい起動してる、見て、中で。あー、ちょっと一回全部はけてもらおうか。わけわかんなくなってきた。ここ赤か。あー、バッテンになっちゃうから、ここで、入れの？入れよ！跳ね返って入れよ、そこ。もう、わけわかんないよ。ごちゃごちゃでわけわかんない。
ちょっとリセットしたい、リセット。わけわかんなかった。難しくなってきちゃった。まあ下に行かせるまではあってそうだな。ここで、下に行かせなきゃ始まんないっす。このオレンジにしたらうまいこと避けてくんだよな、こいつこいつこいつ。ここはじゃあここが黄色なのか。貫通したから、あの、あ、なるほど。出口を塞い、あ、じゃあこうだ、あ、でこうだ、あ、違った、あ、こうだ。これめちゃくちゃむずくね。黄色が見て、黄色を見てほしい。けどここでくね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 反射してって、で黄色の落とす通路は通れるから最後反射しないで出口を塞いでればゴールに一直線向かうんだ。鬼むずー、これむずいね。そしてめちゃくちゃ面白いね、このゲームね。面白い、白い、面白い。あ、40クリアした、終了しとくか。ステージ40まで来ました。これクソむずいわ。まあやってみるわ、いけるとこまでね。積んだらおしまいでまあまたやってきますわ。クソおもろい、これみんなもやってみて。400円、まあジュース2本、もしくは昼飯を買うのを我慢してこのゲームをやってみてはいかがでしょうか。昼飯とかジュースよりもはるかに満足度は高いです。保証します、僕が。これ金がない人は僕の動画を見ましょう。また見て、バイバイ。